ここでハンドボールのルールについてご説明いたします。ハンドボールは7人対7人で行います。コートの大きさは40メートル ×20 メートルです。ファールの後は点線のフリースローラインからプレー再開。明らかなシュートシーンでのファールには7メートルスローが与えられます。試合時間は前後半30分です。1分間のタイムアウトを各チーム3回まで取ることができます。ハンドボールの得点は全て1点で、時間内に相手より多く得点したチームの勝利となります。続いて反則についてです。レフェリーのジャッジは主に警告、退場、失格の3つがあります。ハンドボールはシュートのバリエーションが多彩なことも魅力です。ハンドボールは走る、投げる、飛ぶの3要素が揃い、スピードと迫力あるプレーが大きな魅力のスポーツです。それではハンドボール観戦をどうぞお楽しみください。